山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。はい、今日はですね、山口県防府市にありますラモンの食堂さんに来ております。よいしょ、こちらですね、ラモンの食堂さん、本格的なタイとミャンマーの料理が楽しめるお店となっております。まあこちらですね、移転されたみたいなんで、今すごくお店の方も綺麗ですね。そして庭に植えられてるものがあるんですよね。庭に植えられてるトマト、プチトマトでしょうかね、これをね摘んで料理にちゃんとね加えてくれてるんですよね。すごくいいで、あ、ここですね。はい、ここねトマトがなってて、実はね料理人がたまに摘みに来て料理に加えてくれてる、そんな感じです。まあ実はマネさん、タイは行ったことあるんですけどね、ガパオライスを食べるのは実は生まれて初めてかもしれない。さあでは行ってみたいと思います。あ、その前にですね、ちょっと気になったのでこちら映しときますね。お店の時間と駐車場案内ですね、ちょっとだけお見せしますので、あーちょっと過ぎた、ごめんちゃい。では、それでは皆さん行ってみたいと思います。それでは行ってきます。はい、こちらがメニューになっております。さあメニューを見てもタイ料理とかね、ミャンマー料理なんて僕あんまり知らないので、まあ、とりあえずね店員さんにね聞くんですね。わからないことは聞けばすごく丁寧に教えてくれます。で、一番人気なのは何ですかって聞いたら、ガパオライスですって言うんで、今日はガパオライスをとりあえず頼むことにしました。その他にもやっぱりサラダとかね、ちょっと食べたいものをチョイスして食べてみたいです。本当はこのグリーンカレーが結構人気っぽかったんでね、グリーンカレー食べたかったけども、今回はカレーじゃなくてガパオライスにしようかなと思ってます。まあこうね、料理見てもね、あんまりこう日本の料理とは違うのでピンとこないんですよね。どれがどんな味かが全く想像つかなくて、まあ皆さんいろいろ食べてみたらいいと思います。ここの料理はですね、すごく評判よくて、日本人に合わせたぐらいの辛さなので、そんなに言うほどね激辛っていう料理ではありません。まあ言ったらレトルトカレーの辛口ぐらいの辛さかなっていう感じで思っておいたらいいと思います。すごく食べやすいと思いますよ。そしてこちら香辛料の説明書きもしっかりと載ってましたけども、マネさんほぼほぼ読んでないです。あとね、デザートね、ココナッツアイスとかすごくなんか食べたかったんですけども、実はお腹いっぱいすぎて食べれなかったんだよね。あとこれ国際のほらビールですね、いろんなビールありまして、ちょっと飲んでみたいなと思うんですけども、やってきました。こちら茶の葉サラダ900円になります。すごくあっさりしたドレッシングで、すごく食べやすいサラダではありますけども、アクセントのお豆がちょっとコリコリしたっていうか、パリパリした感じでしたね。こちら鶏料理のガイアン1100円になります。まあマネさんの好みの味だったんですけども、ほら唐辛子が乗ってるので辛いのかなと思ったらそうでもなくて、そしてこの下に引き詰められてたあのお野菜ね、お野菜がなんか甘いんですよね。なんかイメージとちょっと違ったなと思うことで、この唐辛子食べてみたいと思います。辛くないのかなっていうね、そういう思いで食べてみたんですよね。もぐ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 、あ、辛くない、あ、大丈夫、これ全然大丈夫、大丈夫、ん、きたやっぱり唐辛子は辛かったってやつですねこれね、しばらく舌がね痺れてましたね、この後ねもう何の罰ゲームなんみたいな。そしてこちら人気ナンバーワン、ガパオライス1000円になります。さあこちらのね、ひき肉となんか目玉焼きとそのタイ米のハーモニーというかね、本当にエスニックな感じの、初めてね、生まれて初めて食べたけどもすごく美味しかったです。これはね必ず食べた方がいいなと思いますよ。暑い時期にはもってこいの料理です。マネさんの感想、ガパオライスがとっても人気です。あと辛さは抑えて食べやすい料理となっております。次回はカレーを食べてみたいと思いました。
ラモンの食堂、場所は山口県防府市緑町1丁目8-31、営業時間はご覧の通りです。電話0835-28-1844まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子供の味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。